この横断幕も大きな力となることでしょう。2021年の新年初戦、いわき平競輪の F1 シリーズ CTC 杯いわきライトカップ、3日間にわたる熱戦もいよいよ大詰めです。最終の第12レースは S2 の決勝戦です。風は今バックからホームに、風速は1メートル、バンク上の気温は4度となっています。では対戦メンバー順を追ってご紹介してまいります。1番が地元福島の小松崎太一です。2番千葉の中村博史、3番宮城の和田圭、4番が宮城の阿部力也、5番が千葉の鈴木博史、6番が岩手の藤根俊樹、そして7番が宮城の竹内智彦。以上7名によっての対戦です。地元での新年初戦で注目を集める1番の小松崎太一、勝ち上がりは連日先行勝負でしたが、ここは藤根俊樹を目標に今年初優勝を狙います。あと1番の敵は千葉コンビ、5番の鈴木博史が分断も含めて強気に攻めていきそうです。人気は地元の小松崎太一から、どんな戦いを見せてくれますか。楽しみな一戦です。さあ5コーナーで決勝戦がスタート。まず2番中村、それから4番阿部と前を取りに行きました。1番の小松崎太一が3番手から、あとは後方5番の鈴木博史、それから6番の藤根俊樹、7番の竹内智彦から最高峰に3番の和田圭です。さあ小松崎、それから2番中村が並走のような形になりました。6番の藤根俊樹がここは番手を上げていきそうです。6番の藤根が前を取って、それから1番小松崎、こうなってくると中丸は引くしかありませんか。あとは3番の和田圭が東高級3番手固めて、4番阿部力也が4番手からです。あとは千葉コンビ、5番の鈴木博史に2番の中村、そして7番の竹内がここは一人でやるというコメントながら5番手という位置になりました。これで初手の位置取りはどうやら決まったようです。6番の藤根俊樹が正攻法の位置、マークには1番の小松崎太一が入りまして、3番手からは3番の和田圭、4番手に4番の阿部力也、続く宮城の竹内ですが、竹内はここ一人でやるというコメント、そして後攻に千葉コンビ、5番の鈴木博史、三度2番中村博史がマークに入ります。体制の方は整いました。6番の藤根俊樹が現在正攻法の位置、いわきでは藤根、昨年ブロックセブンで優勝と小松崎にとっては頼もしい若手であります。番手回りは人気の1番小松崎太一、地元では S 級 V2 の実績がありますが、新年ここは初戦だけに勝ちたいところ、タイトルを見据える北の有望株でもあります小松崎、ライン3番手から和田圭、さあ高校あたりから鈴木が動きを見せていきました。当地では優勝実績もありますが、今シリーズは見せ場たっぷりの鈴木、横にも強く、この決勝での立ち回りに大きな注目が集まりますが、藤根が突っ張ってまいります。さあ2番中村が続いて、ああこのままならば絶好の展開か、もう目一がけ、6番の藤根が風を切ります。あとは1番の小松崎が若干しゃがんを切っている、3番の和田から4番の阿部力也、7番の竹内が続く、5番の鈴木はちょっと苦しい状況に置かれてバック6番手になりました。さあ鈴木がここからまくっていく、さあその動き察知して1番の小松崎が3コーナー番手まくり発進、3番の和田圭が続く、小松崎和田、この2人のマッチレースになった。3番手から4番の阿部、番手からは3番の和田が突っ込んでゴール前、変わった、和田の貫禄勝ちか。これ小松崎太一も絶好だったんですが、決まれば完全優勝という3番の和田、連日鋭い決め足を見せている3番の和田が
最後もきっちり差し切って主役に躍り出ました。流れは完全に一番の小松崎大地。藤根の気持ちに応えて3コーナーから発進も、ここは和田圭がきっちりとゴール前、ハンドルを投げての差し。3番の和田圭から1番の小松崎太一、それから4番の阿部力也が3番手と、ここは東北でのワンツースリー決着となりました。なお、正式な決定はまだ出ておりません。どうぞ審判からの正式な決定構想が出ますまで、お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。そして本年も岩城平競輪よろしくお願いします。ありがとうございました。S 級決勝決定。1着3番和田圭、2着1番小松崎大地、3着4番阿部力也。岩城平競輪第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。2枠服発売しておりません。2枠単発売しておりません。2社服1番3番150円、2社単3番1番490円、3連服1番3番4番250円、3連単3番1番4番990円、ワイド1番3番130円、3番4番240円、1番4番280円。以上でございます。